今作で北川が演じるのは強い信念を持つ新、ン、気鋭の映画監督、長谷部香織、脚本家の海佐奈ろ、岡里穂と15年前に起きた、ある事件の真相を掘り起こそうとするが、それは彼女たち自身が抱え、ルカ子と向き合うことを意味していた。原作、人気作家、港かないの同名小説、もともと港のファン、原作を読んでいたという北川は、 すごく記憶、残っている作品だったので、オファーをいた、いた時は、嬉しさと驚きがありました。私の、年にも、ぴったりの役で、撮影が楽しみでした。振り返る。ある事件とは、引きこもりの男性が、交渉の妹を自宅で視察後、放火して、両親も殺、他たとされる、架空の、笹塚町一家殺害事件。 はせは、犯人はどんな人物だったのか知りたいと、念を燃やすが、自身もまた、身近な人を失った、さっからトラウマを抱えていた。残り1,185文字、全文1,571、アザゴ登録から1ヶ月間は99円。